アイテム番号 SCP-706JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-706JP は SCP-706JP 専用ユニットにおいて一般的生物オブジェクトと同様の収容を行ってください。ユニット内にはクリアランス3以上の研究員から許可されない限り、一切の物品の持ち込みを禁止します。ユニット内は6時間ごとに800度以上の高温状態に置き、SCP-706JP の殺害を行ってください。この条件が満たされない場合、保全部隊によって即時 SCP-706JP の殺害を行ってください。説明 SCP-706JP は、メスののどちゃみ指ナマケモノ、ブラディプスバリーガチュス、です。生物的条件の一切は、口述の異次要性を除き、通常ののどちゃみ指ナマケモノと際は認められていません。SCP-706JP は同種の個体と比較して非常に高い好奇心を持ち合わせています。SCP-706JP は初めて見る物品に対し、非常に機敏な動作で接近し、多くの場合その使用方法を理解することに専念します。使用方法の理解にはおおよそ48時間を要し、使用方法を把握するまで食事を含む一切の生理的行為を行いません。SCP-706JP が物品の使用方法を理解すると、誤った使用法で物品を使用、あるいは誤った使用法に遭遇します。その使用は現在時点で全てが SCP-706JP の死亡につながる事件を引き起こす結果に終わりました。SCP-706JP が明確な知性、あるいは自死願望を持ち合わせているかは不明です。SCP-706JP は死亡後、約1時間後に死亡した箇所の周囲1メートル以内に再出現します。再出現した個体は DNA 検査の結果、死亡した SCP-706JP と同一個体であることが判明しています。この現象は SCP-706JP が自死した場合に限定されません。また、SCP-706JP 個体の死体は、死亡後、約1時間程度で消滅します。以下は SCP-706JP の死亡記録です。日付2000年、月3日。担当者、博士、物品ボールペン、推測される理解内容約8時間後、筆記をするものであると理解。死亡理由ペンを投擲していたところ、誤ってペン先を眼球に突き立て死亡。日付2000年、月8日。担当者、博士、物品ゴムボール、推測される理解内容約8時間後、球技に使用されるものであると理解。死亡理由爪を刺し、破裂させたゴムボールを飲み込んだことによる窒息死。日付2000年、月12日。担当者、博士、物品黒色火薬、推測される理解内容約18時間後、摩擦熱による燃焼を確認、発火を引き起こすものであると理解。死亡理由火薬を大量に摂取したことによる中毒死。日付2000年、月21日。担当者、博士、物品ギター、推測される理解内容約31時間後、爪を用い、簡単なリズムを奏でる。楽器であると理解。死亡理由切れた弦を用いた窒息死。メモ音楽、というものに対する理解は済んでいるようだ。原子音楽の発生研究に貢献できるかもしれないな。日付2000年、月2日。担当者、博士、物品収容ユニットに、推測される理解内容約40時間後、自分の存在する場所が何らかの収容室であると理解。死亡理由近接していた一般的生物オブジェクトユニットにおいて、SCP-JP の新たな異常性が発現。それに伴った収容違反に巻き込まれ死亡。この事例により名の職員が死亡。体のオブジェクトが破壊、体のオブジェクトによる収容違反が発生した。目もこのオブジェクト自体が引き起こした事象でなくとも、強制的に殺されるらしいな。気の毒に思えなくもない。実験を行う場合は隔離した場所で行う必要がありそうだ。日付2000年、月9日。担当者、博士、物品不明、推測される理解内容不明、死亡理由、編集済み。また、この事案に伴い、サイト内に存在していた、博士を含む職員名全員が行方不明、あるいは消失した。サイト内は現在非ユークリッド空間の発生、時空間の異次要膨張、あるいは収縮が発生していると推測され、封鎖されている。また、SCP-706JP のみ事案発生から約22時間後に発見された。この事案をもって、SCP-706JP に対する実験は凍結され、現在の特別収容プロトコルが制定されました。メモオブジェクトが何を理解したのかはわかりません。
一つだけわかると言えるならば、このオブジェクトの好奇心が死に及んだ場合、そしてそれを理解した場合の状況が判明しない限り、我々は殺し続けるしかないということでしょう。猫ならばともかく、怠け者の魂がどれだけストックされているのかは知りませんが、北畑研究員、